皆さんこんにちは。もうすぐクリスマスですねっていうことで、今回は賛美を歌ってみました。あまりクリスマスって感じの曲ではないんですけど、私の好きな賛美です。なんで歌ってみたかっていうと、クリスマスってみんなにとって大事で素敵な出来事なんだっていうことをみんなに知ってほしいって思ったからです。クリスマスはイエス様の誕生をお祝いする日です。イエス様ってキリスト教の人が信仰している人で、みんなには関係がないんでしょって思う人も多いんじゃないかって思うんですけど、聖書には神様がこの世界を作られたこと、人間一人一人もちゃんと計画と目的を持って大切で大事な存在として作られたということが書いてあります。聖書の言葉で、私の目にはあなたは高価で尊いという神様のメッセージも書いてあります。一人一人が愛されるべき大切な存在なのに、誰かのことを悪く思ったり人と比べたり、自分中心になることなどが聖書の言う罪です。誰もがそんな心を持っているんじゃないかって思います。私もそんな罪深くて弱い一人の小さな人間です。神様はそんな闇が深い人間界に救世主としてイエス様という存在を送ってくれたんですね。一人一人の罪を許すために来られました。私たちの罪の身代わりに十字架にかかって死ぬためです。死んで、復活することでイエス様は私の
罪を許し、私が生きている間、そして私が死んでからもずっと共に歩みたいと思っておられます。私を愛してくれるこの世を作られた神様と一緒に歩めることができる。だからクリスマスはみんなにとって素敵な日なんです。私自身のことを話すと、私はクリスチャンの家庭に生まれたので、小さい頃から聖書に触れて、育ちました。本当にこの日本に生まれながら本当にラッキーだったと思います。なぜなら、私とは何か、そしてこの世界は誰が作ったのかを知ることができて、そんな神様の愛を知ることができて、日々一緒に歩むことができているからです。だからこそ、そんな素敵なことをみんなに伝えたいって思ったんですね。何言ってんだって思う人もいるかもしれませんが、本当かよと思う人こそ、こう今 YouTube とかでいろんな聖書についての動画とか、礼拝動画とかも上がっているので、ぜひ検索してみてください。またはお近くの教会へどうぞ。では。